亀井牧は、日本の医師、統合医療評論家、臨床思想家。神奈川県横浜市出身。1987年、東京大学医学部医学科卒。東京大学大学院医学系研究科単位取得日本神経学会認定神経内科専門医。1992年、大学院在学中に、代々木公園診療所を設立。 東京都立北東病院救命救急センターでの経験をもとに精度の高いプライマリケア実現のために短時間で確定診断に至るためのミニマムな構成として全身 CT などをビルシンに装備当時としては革新的な発想であったため日経ヘルスビジネスの取材を受けた東京大学医学部の学生だった頃から当時中国最後の正当な武術家として 朝日新聞などに取り上げられた太極拳や表紙鏡について太極拳の源流となる陳氏太極拳を学んでいたことから自然と漢方医学に関心を持つに至った。皇帝内教、召喚論などの中国医学の原点に直接当たりつつ、白川聖の次元、地頭などを参考に独創的な漢方医学の基礎理論を構築。 現代医学しか学んだことのない医師であっても、短時間で漢方医学の意義や本質を抵抗なく理解することができる講義を通して、1994年から数年間にわたり、医師向け漢方医学セミナー、薬剤師向け漢方医学セミナー、一般向けの講演などを通して、普及啓蒙に精力的に取り組んだ。中でも津村が主催あるいは共賛する医師向けセミナー、 薬剤師セミナーでは、全国各地で講演した。太極拳については、後に、表紙教の正式弟子となり、陳氏太極拳19世伝人、陳氏新異根源太極拳2聖伝人となっており、誌より、修練新新健康対局伊佐協会という、武術官名を授かっている。2006年、漢方医学の講演で縁のあった、医療用漢方製剤のトップブランドメーカーである、 津村から、小薬からの新薬創出を視野に入れた、健康食品事業部門の営業上渡を受け、健康生活企業、株式会社 J ハーブを設立。同年、がんや難病に罹患すること、その家族になることが、現実には、どのようなことなのかということについて、当時社会に、十分な情報リソースがないことに対し、がんや難病の方、それを支える。 方々の体験式を広く集め、広く共有する、命輝かそう対象命の万葉集事業を、創始、朝日新聞に取り上げられた。朝日新聞、現場からの医療改革推進協議会、統合医療を推進する、議員連盟、高野山新聞集混合ポージなどの講演を得て、株式会社 J ハーブ主催で、第1回命輝かそう対象朗読受賞式を、開催。 以後4回開催されている。ことの葉は、がんの薬草。というキャッチコピーは、信仰のあったコピーライターの子、牧人氏の作品。出版された、命輝かそう命の万葉集一の関東ことは、名文として有名で、意図健康のフリーマガジン、ロハスメディカル、医療ガバナンス学会、メリックなどで取り上げられた。ありがとうございます。